はいどうもこんにちは、あもチャンネルです。さあ今回ね、はいこちら見ていきましょう。はい、やってまいりました。今月の新作のトミカたちになります。で今回はですね、通常のトミカに加えてね、ロングトミカとあとね、トミカプレミアムもねありますんで、かなりねたっぷりのラインナップで、もう注目すべきは一番はね、まあカローラのね初回特別仕様の森蔵エディションだと思うんですけど、まあでもそれ以外もね、もう本当にね気になる車両ばっかりなんで、もう注目車両目白押しということで、さあさあそれではね早速ちょっと楽しんでいきましょう。さあではもうカローラからいっちゃいましょう。ではでは、はい、改めましてね、まず一番最初ナンバー52番のトヨタの GR カローラになります。でこれね、もう発表された時からね注目を浴びておりました。通常版は真っ白で、初回特別仕様は、はいこちらがですね、スペシャルな仕様、森蔵エディションというね、秋尾会長のこうサインがね入っている、とてもね素晴らしい車両になっておりますんで、いや楽しみですね。結構仕様が違うみたいなんでね、じっくりと見ていきましょう。ではね、まずはもうこっちね、通常版からいきたいと思います。色はね白色で、スケールは63分の1、そしてギミックね、サスペンションのみとなってます。さあさあそれではですね、早速ね1台目からいきたいと思います。よいしょっと、ではでは参りましょうね。いきますね。ではでは登場です。じゃーんと、あいいですね。はい、やってまいりました。はい、来ましたよ。ではではね、ちょっとね見ていきましょう。まずはい、全体ですね、このような感じになっております。非常にまあ白がね明るいですね。ちょっと明るい音しますね。はい、こんな感じのね真っ白なボディです。ソリッドのホワイトカラーですね。でトミカの作りで言うと、フロントカーの部分こんな感じです。グリルはね黒の塗装が入ってまして、ヘッドライトも塗装仕上げですね。で真ん中には大きなねトヨタのエンブレムがあります。で色はねソリッドのホワイトに、ルーフの部分が艶消しのブラックですね。本当あのすごいマットなねバックになっております。いいですね。で内装はねこんな感じで、通常版はね4人乗りのね4シーターなんですが、ね、これね実は森蔵エディション違うみたいなんですよね。その辺とかも後でじっくり見ていきましょう。まずちょっと通常版ね見にくいかもしれませんけど、ちゃんとね後ろにもねシートがあるとね。で、あ、忘れてました。ここにね、GR のね、エンブレムがあります。で、側面ですね。はい、横はね、こんな感じです。こちら側にもね、エンブレムありますね。かなり小さいラクトで大きくして確認したいと思いますが、ちゃんとありまして。で、まあ、ボディ形状はしっかりできてますね。で、ホイールタイヤは、黒のね、スポーツタイプのものになっております。で、後ろ、テール周りはこんな感じ。レンズは塗装仕上げでエンブレムもあって、あとね、ロゴや文字関係も、はい、このようにね、しっかりと書かれております。後ろもいい感じですね。で、反対側の側面ですが、はい、こちら側も、これね、ロゴ入ってますね。このようになってまして。で、上から見てみると、はい、こんな感じで、そこの部分はと、はい、このようになっております。で、この車両はね、ギミックの方ですが、サスペンション機能がついてます。はい、ということでね、まずね、はい、こちらね、トヨタ GR カローラの通常版でした。ね、通常版でも十分にかっこいいんですが、ではでは、気になるね、初回特別賞、見ていきましょう。森蔵エディションになります。いや、もうこんなスペシャルなね、ちょっと初回特別賞って、まあ、シビック以来かなと僕はなんとなく思ってるんですけども、そんな感じじゃないですかね。で、ここにはね、森蔵とね、サインがあって、で、下にはね、森蔵エディションのロゴもね、こんな感じで書いてあります。だからほんとパッケージからしても、スペシャルなね、デザインのね、ものになってます。ね。さあさあさあ、ではでは、ね、どんな感じになっているのか、では開けていきましょう。いや、ほんとね、初回ってね、まあ、色が違うだけでも十分いいんですけど、こういうね、なんかスペシャルな感じになるっていうのがほんとね、嬉しいんですよ。だからね、本当ね、これは大注目ですよね。ではでは行きましょうか。森蔵エディション、どんな感じの仕上がりでしょうか。ではでは見ていきましょう。よいしょと。おー、やってまいりました。ではでは行きましょうか。ほい。また、なんかちょっとね、サンプルも見たことあるんですけど、家で見るとまた色の感じが違いますね。じゃあちょっとね、まずね、ザザッと全体見ていきます。はい、くるっとこんな感じです。金型自体はおそらく通常版と同じだと思うんですが、色がですね、ガンメタですね。ガンメタに、こちらもね、ルーフの部分はマットブラックになっておりまして、いや、いいですね。これ渋いですね。この色の感じね。で、まあ、作りで言うとね、ヘッドライトはこちらも塗装仕上げで、GR のエンブレムもありますね。で、ちょっと並べてみますが、はい、グリルの造形などはこの辺は同じですね。ちょっとなんか、塗装が気持ち綺麗な気がするんですけど、だから目がね、かなりね、はっきり見えるような塗装ですね。これ多分個体差かもしれませんけど、なんかちょっとグリルの塗装が薄めじゃないかなと、僕はそんな感じで思います。だから生産のこの工程が違うかもしれませんね、製造工程がね。でボンネットもちょっと並べて比べてみるとこんな感じになっておりまして、まあ形とか一緒ですね。でルーフはもうほんと同じね、マットブラックです。
で、ここね、ちょっと見えますかね。これフロントガラスのこの右下、ちょっと光の角度が難しくてね、ちょっと待ってくださいよ。よいしょ、見えますか。これで多分ね、あとドッキングして確認したいと思いますが、はい、きっちりとね、このようにね、パッケージにもね、書いてあったね、サインが書いてありますね。このようになっております。いいですね。スペシャル感抜群です。で、こちらね、シートなんですけども、これね、本当はバラせたらいいんですけど、ちょっとね、わかりにくくてすいませんが、2シーターなんですよね。フロントのね、2シートのみになってまして、後ろはね、シートないんですよ、これ。ね、だから内装の造形も違うとね。でちょっとね細かくね見比べたいんですが、ちょっとねほんと動画でお伝えね細かくできないんで、これぜひね手に取って、まあ、皆さん見比べていただきたいんですけど、内装が違うってほんとすごいですよね。スペシャル感抜群ですね。で側面ですが、はい、こうなっておりまして、まあ形は一緒ですね。でこちらここにはロゴもねちゃんとありまして、ホイールタイヤはね同じものが使用されています。で後ろですが、はい、リア周りはこんな感じ。レンズは赤の塗装で真ん中にエンブレムです。でロゴ関係もねちゃんとこんな感じで書いてありまして、で後ろもですね、はい、このように、ね、比べてみるとこれ違い分かりますかね。まあボディのね形状以外の違いがねあるんですけども、これねリアのワイパーがねこれ初回の方ないんですよ。ここのねこのワイパーの造形が初回はないので、ここもね違うっていうね、結構こだわりが本当半端ないですよね。いや素晴らしいんじゃないかなと、本当そんな感じで思いますね。もうめちゃめちゃ特別感あふれる初回です。で反対側のね側面ですが、はい、こちら側もこんな感じで、上から見てみると、はい、こうなっておりまして、でそこの部分はどう、はい、こんな感じです。でこちらもですねギミックの方ね、サスペンションがついてます。はい、ということでね、まずね1台目2台目でこれね、ナンバー52番のトヨタ GR カローラね、通常版とね初回特別仕様森蔵エディションをねちょっと見ていきましょうが、まあ今回はもう何回も見ますけど、ほんとね特別感があるね初回なので、まあね動画でねちょっと違いをね完全にね、まあ特に内装なんですけども、お伝えすることがまあしきれてないのが僕思うところがあるので、まあ、ぜひぜひ皆さんねちょっとゲットしてじっくりとねその目で確かめていただけたらね嬉しい限りでございますね。いやもうほんとスペシャル感バッチリの車両になっておりました。本当にかっこいい、どっちもね。で、ナンバーね、52番は入れ替えでね、廃盤になっちゃうのが、ね、マツダ CX-5 の河川パトロールカーです。はい、こちらもね、軽くね、お見せしておきますが、このようなね、感じのね、車両なので、これもね、いい車両です。気になる方は、ぜひこの機会にね、一緒にね、手にしてみてください。さあさあ、それではね、本当にスペシャルなトミカたちでしたがね、ではでは他のトミカのね、ちょっとどんどん見ていきましょう。さあでは、ね、続いてねこちらもね結構ね注目高いんじゃないですかね。ナンバー89番の山岳救助車ですね。さあでは行きましょうか。スケラね1/64でギミックはねサスペンションのみです。ではでは早速行きたいと思いますがね、いやまあまあまあカローラもねとてもいいんですけど、こういうね働く車系がまたこう出るっていうのはね、ほんと素敵ですね。なんかトミカといえば働く車のイメージも結構強いんでね、これまたね人気出そうな車両じゃないかなと思います。ではでは行きましょうか。登場です。おー、いいですね。なんかこういう車両ってギフト感があるんですよね。トミカギフト感がね、なんかこういう類のねセット出てほしいかなと思いますね。よし、じゃあちょっと見ていきましょうか。はい、まずですね全体はこのようになっておりまして、まあ非常に作りはいい車両だと思いますね。非常に見応えはあるんじゃないかなと。素敵ですね。でちょっとね細かくいきましょう。まずねこれベース自体はハイエースですね。ハイエースとなっておりまして、フロントの顔の部分こんな感じです。ヘッドライトはクリアーパーツで、グリルはシルバーの塗装が入ってます。でバンパーはツヤがあるブラックになってますね。でメインのカラーはこのね緑色に、あと真ん中に白いラインがね入っているような感じのデザインです。こんな感じです。でルーフの部分にはバータイプのこんな感じのね赤のクリアーパーツで赤色灯がついていると。でルーフキャリアもこんな感じでついてますね。なんかねこれどことなく見たことあると思うんですけど、ちょっとね後で出そうと思ってるんですが、これねトヨタのハイエースの初回とね多分似たような感じじゃないかなと思うんで、後で比べましょうね。まあまあこんな感じの作りになっていると。で側面ですが、はい、こんな感じ。いいですね、存在感抜群、迫力ありますね。はい、こちらね警視庁、そして山岳救助隊のね文字が白い帯のね上に書かれています。でそれ以外は特に文字とかはないですね。でホイールタイヤはシルバーメッキのスタンダードタイプです。いいですね、かっこいいですね。
で後ろですが、はい、テールこんな感じですね。レンズは赤の塗装仕上げで、白い帯の真ん中より左寄りに警視庁の文字、そして真ん中はトヨタのエンブレムがあります。でリアバンパーはこれは車種と一体成形ですね、ブラックです。で反対側の側面ですが、はい、こちら側もこのような感じでしっかりとね文字書いてありまして、で上から見てみるとこんな感じで、そこの部分はと、はい、このようになっております。で、あ、こちらねもうナンバー113番って書いてるんで多分一緒だと思います。でこちらギミックね、サスペンションがついているといった形です。でちょっと気になるこれね、トヨタハイエースの初回特別仕様とこう並べてみましょう。さあさあ皆さんに予想されてた方はいっぱいいらっしゃるかもしれませんがね、ちょっと並べてみるとこんな感じですね。ヘッドライトのクリアパーツは同じなんですが、このグリルのところが多分ねこれ違うパーツっぽいんですよね。ここ付け替えれるようになってるんですかね、別パーツだと思いますね。はい、こんな感じで、あとねこのバンパーのところのパーツも違いますね。だから金型自体ね大きな部分は一緒なんですが、ちょっとこうね組み変えれるような形になっているんじゃないかなと思いますね。ね、結構なんか印象がやっぱ違いますね。で、ルーフキャリアはもう同じ形のものですね。まあ色は違うんですが、同じね形のものになっております。はい、このようになっておりました。で、あとこの内装のパーツもちょっと黒はね見えにくいんですけども、まあパッと見は形一緒なのかな。あ、どうだろう。あ、多分一緒です。ちょっとね曖昧な表現ですいませんけどね、おそらく一緒だと思いますね。で側面もちょっとこう並べてみると、まあ形は同じになってまして、で後ろですが、はい、こんな感じですね。こちらも似たような感じで、まあこちらも同じですかね。リアバンパーも色違うだけかな、多分そうですね。で反対側もと並べてみると、まあまあそんな違いはないかなと思いますね、ということでございまして、今回の、ね、三角駐車車ですね、まあ、ベースはね初回特別仕様にね近いね形になっておりました。いいですね。でもどちらもこう並べてみると本当かっこいいですね。でこちらですね、ナンバー89番入れ替えで廃盤になっちゃうのはランボルギーニ社員 FKP37 ですね。こちらはもうねちょっと奇抜なねデザインなんですが、非常にねかっこいいねランボルギーニシアンですね。気になる方はぜひね、もうちょっと売り切れ多いんですけども、もしね在庫とかあったら手にしてみてください。かっこいいランボルギーニが廃盤になっちゃいます。ということでね、2つ目ナンバー89番の三角救助車でした。さあさあ、それでは続いての車両行ってみましょう。さあさあ、これもね気になる車両やってきました。ロングトミカです。ナンバーね136番の UD トラックスクオンタンクローリーですね。あの過去にね銀ギラギのタンクローリーがあって以来のタンクローリーだと思います、ロングトミカで言うとね。だからちょっと楽しみですね。でこちらですね、スケールの表記は特にないんですが、ギミックがね本体取り外し、左右可動、そして側壁取り外しとなっておりますんで、ちょっとまた変わったタンクローリーだと思いますんで、ではそっちに行きましょうか。でロングトミカ後ろに、あ、ここはね説明が書いてます。そうそうそう、これねあのコメントいただいてちょっと教えてもらったんですけど、今回ね後ろね透明なんですが、タンクのね内部構造がね分かるようなね形になっているんで透明になってるみたいです。でそのねちょっと説明ね、これ全部読むと大変なのでお見せしておきますが、まあこんな感じになっておりまして、ちょっとこう取り外しとかね内部構造の説明書いてます。でこの右のところにはと、しっかりとねタンクローリーのねこれもね改札書いてるんで、気になる方はぜひ停止ボタンを押して読んでみてください。仕切りとかにもやっぱしっかりと意味があるんですね。いやトミカでね知ることも本当に僕はあの多いんでね勉強になります。ではではよいしょ、こちらねちょっと特殊なタンクローリーね楽しんでいきましょうか。よいしょーっと、てかねこれ結構ね重いです、重量感が半端ないですね。よし、ではでは出していきましょう。よいしょ、ではでは参ります。タンクローリー登場。うわすごっ、多分ねこれね買った方ねみんなあの手に取った瞬間思うと思います。これね本当にすごい重い、びっくりするぐらいの重量ですねこれ。すごっ、ダイキャストの割合がすごいでしょうね。で前もほら迫力満点ですね。じゃあちょっとねちょっと分割してからね、はい、ちょっと見ていこうかなと思いますが、はい、まずねヘッドの部分ですが、はい、このようになっておりまして、色はグレーですね。で形はこんな感じです。これ過去にこんなのありましたっけ、なんか記憶にないんですけど、新しいやつかなこれ。2021年のクオンなんで、何に採用されてたかちょっとね記憶ないんで、またちょっと教えてください。なんかねありましたっけ。でまあまあ作りで言うとグリルはこんな感じですね。ここは塗装仕上げですね、塗装仕上げで
で、バンパーも黄色に塗られてます。で、全体はグレーですね。グレーになってまして、ここがね連結できる形になってます。まあ、この辺の形はまあいつもと同じですね、連結部分ね。で、フェンダーとかもちゃんとこのようについてて、まあまあ見た目的には結構しっかりしたねヘッドになってますね。ここかっこいいですね。で、あ、なんか147番だからあれか、すごいいいの忘れてました。あのユーディトラックスクオーのダンプですね、金色のダンプですね、あれと同じですね。ちょっと画像だけで失礼しますけど、はい、あのダンプと同じですねこれね。はあ、ははあ、なるほどね。いやでもね、素晴らしいですね。おお、かっこいいね。で、この後ろのねタンクの部分ですよ。これがね、本当ね、もうめちゃめちゃ透明度の高いね、クリアータイプのね、タンクになってまして、このようにね、ちょっと内部の構造がね、しっかりと見える形になってます。仕切り板が1、2、3、4、5、ね、5枚ありますね。こんな感じで、しっかりしますね。で、ここは取り外せるようになってるんで、後でちょっと取り外しますね。で、サイドバンパーの部分かな、ここはね、黒色になってまして、ここは一応成形色となってます。ただこのね、中のね、多分支えの部分っていうか、この仕切り板のところもね、ダイキャストなので、だから多分すごい重いんだと思いますね。で、後ろですが、こんな感じでレンズはね、しっかりと塗り分けされてますね。はい、こんな感じで後ろからもね、ちょっとこう中が見えるんでいいですね。で、反対側の側面も同じようにね、仕切り板が確認できるね、形となってます。で、上から見てみると、はい、こうなっておりまして、で、そこの部分はと、はい、こんな感じです。で、ちょっとね、開けてみましょう。この部分をよいしょ、外側に引っ張るって書いてるんで、どうだ、外側にどうでしょう。あ、こうですね、こんな感じで取れましたね。蓋が取れまして、で、中がこのようになっております。だからここがね、ほんと全部もう大気圧なんで、すごい重いですよ。さっきからね、重い重いばっかり言ってるんですけど、本当に重たいですね。はいはいはい、パーツを取ることによって、ね、中がしっかりとよりね、見える形になってますね。で、反対側もこっちも、あ、取れるんですかね。よいしょ。パチッと。はい、この感じでね、取ることができます。まあ、構造的には反対の面とね、同じですね。いやー、いいですね。こんな感じでね、中も確認できるようになってるって、いいね。なかなかまた面白いね、タンクローリーを高富さんはちょっと出してくれたんじゃないかなと、そのように感じます。素晴らしい。で、これ本来の姿ね、連結してあげると、はい、このようになりまして、本当にまあ重いんですけども、ね、もう重量感も伝わるね、感じのね、車体になってるんじゃないかなと。迫力満点ですね。おー、かっこいいですね。素晴らしいタンクローリーです。で、ギミックですが、まあ、先ほど外したね、ここのね、側壁のね、取り外しと、あと本体の切り離しですね。で、それと、あと左右の稼働となっております。まあ、この辺はね、いつものトレーラー系かな、それと同じとなってます。でですよ、入れ替えでね、廃盤になっちゃうのが、まあ、これも残念なんですけど、136番はね、小松ハーベスター 931XC ですね。こちらが廃盤になっちゃいますね。素晴らしいね、こう重機系の働く車です。こちらもね、気になる方いらっしゃいましたら、ぜひね、今のうちに手にしておいてください。かなりね、ギミックたっぷり、可動域たっぷりのね、車両となってて、で、木材もね、このパーツ3つついてるんで、こんな感じでね、持たせることもできるね、形になってます。本当素敵な車両なんで、気になった方はぜひお早めということでね、新作のね、ロングトミカは136番のユーディトラックスクオンタンクローリーでした。では続いて、トミカプレミアム行ってみましょう。さあ、では参ります。こちらね、トミカプレミアム08番になります。フェラーリ F355 になります。で、こちらがね、トミカプレミアム発売記念賞もね、同時に出まして、ね、フェラーリといえば通常版のこの赤色なんですけども、このね、黄色もね、まあ、馴染み深いと思うんですが、発売記念が黄色になってるんで、これまたね、かっこいいと思いますんで、ね、動画見て気になった方はぜひ手にしてみてください。じゃあ、まず通常版から行きましょう。またまたちょっとフェラーリが登場ですが、一時を境にこう定期的にフェラーリがね、しっかりとこう出るなんて、まあ嬉しいのは嬉しいんですけど、結構フェラーリだらけですよね。あ、でも廃盤になってるやつもあるんで、まあだらけってこともないか。で、この車両ですね、スケーラーで62分の1で、ギミックはね、サスペンションのみとなってます。エンジンの開閉とかもしてほしかったかなと、ちょっと個人的に思います。さあさあ、それではね、トミカプレミアムね、新作の方ちょっと見ていきましょうか。よいしょ。まあ、プレミアムもね、ちょっとね、ギミックがね、控えめなね、路線にね、なってきてるんじゃないかなと思うんですが、まあまあ、これも、いいですね。もう形、雰囲気はね、いい感じにできてるんじゃないかなと思います。じゃあ、で、ちょっと全体ですね、見ていきましょう。はい、ザザッとね、こんな感じになっております。で、ね、まあ、ちょっとこうどこかね、漂うこうレトロな感じのこのボディデザインがね、またこれかっこいいですね。いいね、いいね、いいね。この後ろのとことかも、ほんとこのね、このラインっていうの、ここがもうめっちゃ好きなんですよ、この感じね。で、顔からいく
と、はい、こんな感じです。ヘッドライトで塗装仕上げで、真ん中しっかりとねエンブレムあります。フェラーリのエンブレムです。でボンネットのセンターにもエンブレムがプリントが入ってまして、で通常版はもうこのねフェラーリといえば赤色ですね。ソリッドの赤ですが、まあもう当然ながらねしっかりとねよく似合ってるカラーになってるんじゃないかなと、そんな感じで思います。かっこいいですね。安定感は抜群ですよね。で側面ですが、はい、こんな感じね。はい、こちらはまあシンプルですね。ボディ形状プレスラインはね非常にねよくできているんですが、デザイン的なところで言うと、ここにこれねシルバーの塗装がちょっとこう入ってて、でそれ以外特にエンブレムとかこの車両はないんですね。であとホイールタイヤはね忠実に再現されてるんですが、こんな感じのねデザインになっております。で後ろですが、とはい、テール周りはこうなってますね。レンズは、別の赤色で塗り分けされてるんですかね。ちょっとね肉眼では確認しにくいんで、後ほど大きくして確認したいと思いますが、どうでしょう、ちゃんと塗り分けされてますかね、ここね。そんな感じは漂ってきますね。で真ん中にはフェラーリのエンブレムがプリントで入ってまして、でこのエンジンカバーのところ、こうですね、向きは合ってますかね。はい、フェラーリのねロゴもここにもね書いてありますですね。ここ開いたらよかったんですけど、ほんとね。でマフラーもね塗装入っていると。で反対側の側面ですが、はい、こちら側もこうなっておりまして、で上から見てみると、はい、こんな感じで、底の部分はと、はい、このようになっております。でこの車両ですね、ギミックの方ですが、サスペンション機能がついてます。はい、ということでね、これでまずね、プレミアムの、まあ、通常版ですね、フェラーリ F355 でしたが、まあね、プレミアムということがあって、まあ、ホイールもね、きっちりとね、忠実に再現されてて、まあ、形というか、まあ、雰囲気とかはね、しっかりとできていると思うんですが、まあ、ギミックがちょっと、もう少しあったらよかったかなって思うのと、あとね、レンズかな、レンズ、テールレンズですね。こことかちょっとクリアパーツでもよかったんじゃないかなと思います。ちょっと小さいね、やりにくかったかもしれませんけど、なんかもう一つ何かちょっと欲しかったなと、せっかくね、プレミアムなんで、ちょっとだけそんな感じでね思っちゃったりもしました。でもまあまあいい車両であることには違いございません。でこちらですね、発売記念仕様もありますので、ではでは開けていきますか。まあこちらもですね、今までねフェラーリのトミカが出たら、まあ、結構ね黄色がね発売記念仕様でね登場してたので、まあまあ馴染みのあるカラーだと思いますが、ではねどんな感じなのかとチェックしていきましょう。よいしょっと。まあそうですね、本当にあの他のフェラーリでもよく見かける黄色い感じじゃないかと。さあではでは行きましょうか。はい、まずですね全体はこうなってます。まあ形はですね、まあ当然ながらね通常版と同じですね。で色はこちらね、まあイエローのいたソリッドカラーなんですけども、まあちょっとオレンジかかってるよね、そんな感じのね色じゃないかなと思います。お、これは傷か、あーちょっと色の塗装が、あー点気になるな、まあ仕方ない。で作りとかはまあ並べていきますが、一緒ですね、基本的にはまあ同じね感じですね。色のみの違いとなっているんですが、通常版と並べてみるとこんな感じです。さあさあ皆様は通常版とね初回どちらがお好みでしょうか。まあ、ぜひねコメントで教えていただけたら嬉しいです。後ろはね初回はねちょっとちゃんとこう赤に、ね、塗られてるのがね分かりやすいね形になってますね。でこのエンジンルームのとこもこんな感じで非常にかっこいいね。いやどっちがいいかな、まあ僕はもうねオーソドックスにこの赤色がいいかなと思うんですけども、まあ初回もねもちろんかっこいいので、ぜひ皆さんのねご意見お聞かせください。でこちらも、あ、もちろんサスペンションがついてます。でこちらですね、08番ね入れ替えで廃盤になっちゃうのが日産スカイライン2000ターボ GTES です。はい、こちらね、はい、これもねしっかりしたね車両ですね。ギミックもねたっぷりあります。でレンズとかもねこうクリアパーツだったりしてね、もう結構ね作り込まれたね車両がねまた廃盤になっちゃいますので、気になった方はぜひお早めにね買っておいてくださいね。サスペンションとドアの開閉もねありますんで、ほんといい車両ですね。なくなっちゃうのはちょっと残念です。ということでね、トミカプレミアム新作は08番のフェラーリ F355 の通常版と発売記念仕様でした。はい、ということで今回はですね、今月のね新作のトミカがね登場いたしましたので、一気にね通常版とロングトミカ、そしてトミカプレミアムの方をね見ていきましたが、さあさあ皆様的にはいかがだったでしょうか。もうほんとどれも外せないような車両ばっかりだったと思いますね。ただ通常版とかロングトミカのインパクトがちょっと強くて、あの正直プレミアムがまあフェラーリなんですけど、少し物足りないかなっていう風に印象があったのは僕だけでしょうかね。まあ難しいところですけども、まあでも贅沢言っちゃダメですよね。フェラーリがねまた登場してくれたんでね、これは嬉しい限りですので、もしね皆さんね気になる車両ありましたらね、ぜひぜひゲットし
しみてください。いやもう本当でもいい車両ばっかりですね今月もね。で廃盤もねもうね忘れられないようなねいい車両ばっかりがね今回もなくなっちゃいますんで、気になった方はぜひお早めにこちらの方もねゲットしておいてください。で今月ね他にもねいろいろ車両発売されますんで、またね動画の方ね作っていきますんで、そちらの方もねぜひ楽しみにね待っていてください。まあということで今回ねこの辺りに締めたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしますのでよろしくお願いします。あとツイッターやねインスタもやってますんで、そちらのフォローの方もねぜひよろしくお願いします。では今回もねサムネイルを見てましてほんとありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いしましょう。ではごきげんよう、さよなら、バイバイ。